で、多分前編を皆さんご覧いただいたんじゃないかと思いますが、これが後編です。後編はちょっと応用っぽくやりたいと思います。クハ、モハ、サハ、サロ、それからモロとかクモハ、キハ、それからキサハ、そういったものをいろいろ説明しましたが、後半はもっと世の中にはいろんな記号があるということです。ここに記載に87というなんだかよくわからないのがありますが、これもクハとかと基本やっていることは同じです。一個一個見ていけばわかります。まあ、まず皆さんがもう見て、わかる部分は2つありますね。こう、キとサ、これはわかるでしょう。これは起動者、起動者、それから付随者、付随者、それからまあ、この2つはわかりますね。ディーゼルカーなんだけど、しかし、自分で動くエンジンは持っていないという車両です。じゃあこのイとネというのは何か。イは一応皆さんにも一度ご説明しましたが、これは一等車です。一等車、今日本には一等車というものはないのですが、ないことになっているんですが、ただし格をつけるためにごくごく一部の車両だけが一等車という扱いになっています。これはまあ格付けのためだと言ってもいいでしょうかね。じゃあこのネというのは何か。ネは今までに紹介してませんでした。ネというのはこれ寝台車です。寝る、寝床、そういう意味の寝台車。ベッドがついている車両というか、ベッドの上で横になるための車両。こういう風に、例えば寝台とかいろいろあるんですけど、そういうやつはですね、その等級の表示、つまり例えば、いろはがありますよね。このはの後にちょっと小さすぎる、もうちょっと大きく書いてもいいんだけど、はね、これだったら三等寝台車、これを B 寝台と呼びます。で、ロネだったらは二等寝台車、これは A 寝台です。両方ともサンライズにありまして、私の動画でよく登場するサンライズ瀬戸出雲号にはここに書きますが、サロネ285、あ、サロネじゃない、間違えた、サロハネか、サロハネ285という車両があるんですが、これはつまり、付随車で、A 寝台、シングルデラックスね、それから B 寝台2人を個室、サンライズツインと、寝台の、意味をこう表すねというのをつけてサロハネ285とかあるんですけれど、これはA 寝台と B 寝台しか日本の寝台車にはないんですが、じゃあ一等寝台車とは何かというと、これはですね、トワイライトエクスプレス水風という豪華クルーズ列車がありますが、それで使っている87系ディーゼルカー、寝台、多分日本で初めての、寝台、ディーゼルカーだと思うんですけれど、それがですね、いいねというのがつきまして、それで機動車、付随、機動車なんだけどエンジンはついてない一等の寝台車で、87は形式番号だと思えばいい、そういう車両なんですね。こういうものをどんどん紹介していければなと思います。記載に87っていうのが、私具体的にそれが何だったのかあんま覚えてないんですけど、ザ・スイートとかね、1両丸々全部スイートの個室とかあるみたいですよね。なかなか当たりませんので、私も機会がありません。じゃあ次、他にはですね、サハ C165 っていうのがあります。これ何かと言いますと、サは、もうこれは分かりますね、付随車で、ハというのはこれですね、食堂車です。あ、間違え、先に言っちゃった。これ三等車ですね。で、シというのが、これが食堂車165、急行型車両の、こういう、こういうやつなんですけど、ちょっと絵が下手だな。ここになんかこういうヘッドマークなんか全然違う電車になっちゃいましたね。ちょっとこれはなしですが、ともかく食堂車がついていて、なおかつ半分は、客室に使われている、そういう車両もあります。市というのは食堂を表すんですが、よくある形式はこっちかな。サシというのが皆さんもよくご覧になる、今もうなくなりましたけどね、サシ、例えば481というのがありますけれど、これは絵に描きますと、こんな感じになっていて、ここに厨房用の窓があるんですね。こんな感じかな。で、ここにこうあって、もうちょっと扉いっぱいあるんですけど、ここになんかこう業務用ドアみたいなのがあってですね、で、上にこうクーラーがついているんですが、
まあ、こういう、車両がありまして、ここで料理を作り、こっちへ料理を持って行ってお客さんに提供するという車両、これが食堂車なんですが、まあ、こういうのは大体ね、その電車にはモーターをつけませんので、付随車の食堂車でサシなんとかというものが結構ありました。で、あとはですね、どんどん紹介しようと思うんですけど、雲ユニ143というのがありますが、これは今の日本でも現役の車両でして、私もあんまうまく絵は描けないのでそれはやらないことにしますけど、こんな感じの車両でですね、ここに大きなこうなんかこう扉がついて、ここにあったかな、真ん中にあったかな、あんまよく分かってないので私もしっかりと見たわけじゃない、こう真ん中だったかもしれませんね。大きな扉があって、まあそれからこうちょっとしたこう窓みたいなのが なんかあったような気がするので、ごめんなさい、あんまよく分かってない。1両の電車、まあ、分かりますよね。空とモがついてますから、運転台もあって、まあ運転手さんはここにこう操縦できるようになっているし、まあ運転手さんここにここかな、ここ本当はここなんですよね。でそれからあとは、ここにモーターがついている車両1両で、何をするかというと、この大きなところにですね、郵便とかね、それからあとは、まあ、小荷物というんですが、小包、そういったものをこう持ってきてですね、それで運ぶための車両、この後ろに、通常の電車がこう連なりまして、まあ、こっちは全く関係ない普通の電車ですね。で例えば高崎線の上野から出ていくような列車とかにこれを連結して、この一番前のところに郵便とかを詰め込んで、普通列車これがバーンと走るわけですよ。で、途中の駅へ着いたらば、これをこうガラッと開けて、ここから荷物をこう外へ下ろすみたいなことをやっていました。昔の宅急便は鉄道でやっていた時期があったんですね。駅から駅までの荷物を輸送する、小荷物輸送というのをやっていた時代の名残でして、今これ長野に残ってるんですけど、職員輸送ということで、この中にですね、 JR の駅員さんを乗せて、長野の車両センターのところまで JR の人を乗せるための運用に就くことがあるそうです。ただその荷物車にね、JR の人が乗ってるのかと思うとちょっとこう面白いわけですけど、お客さんを乗せるための車両じゃないですからね。歯とかいろはがどれも入ってないでしょ。これはもう完全にそういう用途で使ってるやつなんで、お客さんを乗せるための車両じゃないからないんですけど、その客を乗せる前提でない車に人を乗っけてね、荷物を輸送する車両で連れていくっていうのはなんかね、不思議な感じがします。こういう車両もあります。まあ、こっちはあれですよ、こっちはクハとかモハとか普通の電車があって、それに一緒に連結をする車両ね。だからつまり湯というのは郵便車、にというのは荷物車です。こういうやつ。じゃあ次はどうしようかな。まあいろいろありますけど、今度はですね、雲や E、まあ、E というのは JR 東日本に付く JR 東日本の車両という意味であんまり意味はないんですけど、雲や E491 というのがあります。491であってたと思うんだけど、493だった、いやこれだったよね。これは何かと、まあこれはですね、まあ、こんな感じで3両になっているんですが、まあ、今3両のうちのこの車両のことだと思っておいてください。で、車輪がついていて、まあ、運転台があり、横によくわかんないこんな感じのこうちょっとだけ窓がついていて、パンタグラフがあったかないか忘れましたけど、なんかこう前面からもですね、こうライトがなんかこう前に照らしたりとか、特殊な構造がいっぱいこうあっちこっちにあるんですね。でこれは、JR 東日本などで、イーストアイ、こうだっけな、忘れましたけど、線路の検測、状態が正しい、ちゃんとしているかどうかを確認するための車両で、これを、イーストアイというふうに呼ぶわけですが、その中の一つの車両が雲や E491 というものです。で、まあ、雲はもう分かりますね。これ説明不要かと思います。で、これ矢というのは何かと、これは食用車という意味なんだそうなんですが、食用車はですね、食用車で、なんかこの矢を取って食用車らしいんですけど、これはね、正しいのかどうかわからないんですが、矢というものは JR の事業用専用として使っています。で、まあ、他に矢のつく車両というのはどんなのがあるかというと、例えばですね、あとこれも言っとくか、
かや27というのがあります。これは、JR で今最後に残っている客車の寝台特急ですが、カシオペア号、今検査中ですけどね、カシオペアという車両で、一番後ろにね、景色を眺められる展望車がついているんですけど、その展望車の代わりに、使うことがある車両です。まあ予備の車両なんですが、外見はですね、まあこんな感じかな、こんな感じっていうか、まあ、全部こういう形の車両なんですけど、ここにこうランプがついていて、なんかこうラインが引いてあって、ここにですね、なんかこう排気口みたいなのがあって、ちょっと大きい窓みたいなのがついてたかな、まあ、こんな感じのやつなんですね。で、まず先にこの矢の意味だけ説明しますが、これはやっぱり同じように事業用車ということで、お客さんを乗せるものではありません。こっちにはね、例えば寝台車とかが普通にあって、なんかオール2階建てのですね、なんかこんな感じになっていて、で、こう、まあ、プラレール的ですけどね、普通に人が乗るようになっていて、これの名前が、まあ、例えば、スロネ E26 とか、なんかそんな風に書いてあるんですが、まあ、これは、まあ、これはとりあえずこれだと思って見てくればいいんですけど、そうじゃなくて、明らかに人が乗るような形をしてないわけですよ。で、これは、ここに、まあ、この辺だったか忘れましたけど、ディーゼルのエンジンの排気口がありまして、この中に入っているエンジンをこう、むわーっと回してですね、そして発電をする。その発電をした電気を列車全体がもっとこう長く続いてますんで、そこにこう電気をこう送って、で、車内をですね、こうピカピカピカと光らしたり、冷房をこう回したり、食堂車の調理の電源に使ったりということをするための発電用の車両、電源車。で、そういうものも、矢というね、ものを使うことが多いです。で、次に、ちょっとこれは難しいかもしれませんが、この「か」とは何かというのを説明します。で、これは重さの表記なんですが、今まで重さなんて話はしてきませんでした。なぜここで唐突に重さの話をするのかというと、実はもともと鉄道というのはどういう走り方をしていたかといえば、蒸気機関車ってあんまうまく書けないんですけど、まあまあこんな感じでいいのかな。蒸気機関車ってこういうやつですよね、大体ね。で、ここにこうあって、ここにこう乗るところがあってですね、これを煙をモクモクってやりながら、後ろにこういったものをこうですね、こう連結して、で、まあちょっとこんな適当でいいんですけど、で、走らせる、後ろのものを引っ張っていくわけです。で、そうするとこういう昔のスタイルでは、後ろにある車両は、まあ、いわば全部、付随車差だと考えることもできます。で、昔はこれが普通当たり前でした。だから昔の形式のですね、名前のこう付け方というのは電車とはちょっと違っておりまして、でその代わりに一つ一つの車両の重さというものをしっかりと知ることが必要だというふうに考えられていました。なぜならば、まあ、一つ一つの車両がそれぞれ自分で進むという考えがないので、機関車の引っ張る力とまたいろいろ勘案しなければいけないからです。自分で走れるんだったら、重さというものは自分で走ればいいだけなので、そんなには気にならない。でも、客車を引っ張ってもらうという場合は別ですよね。機関車のパワーにどれだけ編成の長さが耐えられるかというのを知ることが必要です。で、そのための重さの等級記号というものがありまして、これをですね、全部列挙しますと、これいいかな、読めると思うんですが、ちょっと拡大しておくか、間違えてこうですね、こ、な、お、す、ま、かというんですが、これがですね、かまで入ってませんけど、これが全部のその客車の重さの等級区分です。5トン刻みで、こっち行くと5トン増え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 50トン以上がこれとかね、なんかそういう風にあるんですよ。50トンって結構な重さだと思うんですけれど、一番重いのがかということになっています。この意味はちょっと私はこのなんでこのカタカナになっているのかは残念ながら私もわからなかったんですが、こういうわけでして、それぞれの車両の、機関車というものに引っ張ってもらう車両、自分で走ることを全く前提としていない車両にはこの重さの等級をつけるのです。そしてかや27というこの電源車は、重いディーゼルの発電エンジンを積んでおりますので、そうすると必然的に車両も重くなり、最も重いかというこのね、これがついているということになっております。まあ、他にもいろいろあってですね、例えば何でもいいんですけど、何にしようかな、ちょっとそう簡単に思い浮かばないんですが、まあ、例えばスロフにしようか、じゃあスロフ
14という車両があったとします、今度はね。で、そうすると、まあこれはスと書いてあるから、あ、この車両はまあ全部のこの重さのランクの中ではこの辺に位置する車両なんだなということが、これを見ればわかるわけです。まあこれはだから重量。で、ロというのはグリーン車ね。まあ、2等車でもいいんですが、グリーン車。で、まあまあそんな風にわかるわけですよ。で、今度、そうするとじゃあちょっと一体このココナのスマカにはもう消えてもらいますが、負というのは何なのかと、また新しいのを出してしまいました。これもまた説明しなければなりません。負というのはですね、ブレーキの負らしいんですけれど、ブレーキの操作ができる車両という意味だそうでして、緩急車というんですね。これもその引っ張ってもらう客車特有の表現になっております。で、普通はまず、電車というものを運転するときは運転台がついているから、だから運転台でブレーキを操作するのが普通ですよね。だからつまり区の車両がブレーキの操作もできる車両ということに普通はなっているんですが、客車の場合は例えばさっき見せたように、まあちょっとめんどくさいんで、これを機関車だとしてキーと書いておきますが、機関車が赤ね。で、後ろにこう連なっている客車があって、これ別々なわけじゃないですか。で、例えばここのところが切れてしまったとぶっつん。で、そういう場合にこの4両の後ろの車両が例えば暴走し始めました、これをブレーキをかけなければなりませんという時にですね、ここに例えばこうブレーキが備わっていて、で、このブレーキをこう使うことによって列車全体を止めることができるみたいな、まあ、そういう機能が備わっている場合があるんですね。で、それが備わっている車両に負とつけます。で、おおむねそういう車両には車掌室がついているので、車掌さんが乗り込む、車掌室がついている車両というふうに間違われることもあるのですが、まあ、正確にはブレーキの操作ができる客車ということになっています。機関車は当然自分でブレーキ操作できますよ。できないとちょっと大変なことになりますからね。自分でパワーを上げることもできれば落とすこともできる。客車は自分でパワーを上げることは当然構造上できませんが、しかし万が一の時のためにブレーキを備えている場合はあります。そのブレーキ扱いのできる車両はこういう風になって、まあ大体そういう車両はこういう真ん中ではなくて編成のね一番最後に、つくことが多いです。で、このスロフ14とはじゃあ何なのかというと、これ現役の車両でして、スロフ14の例えばですね、701というものがありますが、700ってあってますよね。これは、サロンカーなにわといいますが、うまく書けるかな、ちょっと自信があんまりないわけですけれど、ちょっとマークが大きすぎたな。まあまあまあ気にしないことにしよう。まあまあまあこんな感じですね。まあそんなにひどくはないかなって感じですけどね。もうちょっとうまく書きようがあるんですけど、こういう感じのやつです。で、一番後ろが展望車のような感じになっていて、ここによくね、何はとか書いてあるわけですけれど、天皇陛下なども乗られるような格調高い車両で、現在でも JR 西日本の名物として活躍をしています。うちのチャンネルで紹介したことは、実は昔乗ったんですけど、昔ってか結構前に乗ったんですけど、最近は全然出てないですね。結構珍しい車両だと思いますけど、こういうふうに一番後ろの顔がこうついてますよね。で、これが、なんでこう2箇所もこう、テールランプは1箇所でいいわけですけど、で、これは一番後ろの顔なので、こんな感じになっててですね、で、機関車に前に引っ張っててもらう。で、この車両が、まあ、ちょっとこう、側面が気になりますけれど、反対側にですね、車掌室みたいなものがあって、で、ここにドアがあってですね、で、またこんな感じでこう、客室もあると。で、ここの車掌室に車掌さんがいて、何かあれば車掌さんがブレーキの操作もできるということになっています。まあ、なんかせっかく書いたからちょっとちゃんと書きたくなってきたんですけど、まあそれは私の鉄道マニア趣味がどんどんね、ただ一人で下がっているだけなので、あんまりこれ以上は書くのやめようと思います。まああんまり上手くもないしね。よし、じゃあ消しとこう。ということで、これが今負の紹介をしました。よし、じゃあ次は今何分喋ってるかな。もう19分もやってるか。結構ね、紹介するものがいっぱいあるんですけど、次はですね、じゃあ、クモル、クモルいくつだっけな、忘れちゃった、クモルなんだっけ、忘れちゃった、クモルなんとかという車両があるんですけど、まあ、クモはもういいですね。このルとは何か、これは、配る。
ルバルのルから取っているとされていますが、これはですね、配給車と言います。 JR 西日本に一編成といいますか1セットだけ残っているはずなんですが、クモル14いくつだっけな、143だっけ、それあってたかな、クモル143だった気がするんですけど、2両で1セットなんですが、こういう形をしておりまして、通勤電車みたいなのを改造した車両ですけれど、で、ここに、まあ、なんかこう物を積んで、そして走ることができると、こういう車両です。で、見てもらうと分かるんですが、これトラックじゃないですか。トラックですよね。これ鉄道用のトラックみたいな車両で、まあ、今の日本ではですね、もう道路が完全に発達しているのでほとんどこんな車両は必要はないらしいんですけれど、昔はやっぱりね、必ずしもあの鉄道のその線路上、線路のすぐ近くに道路があるというわけではなかったので、例えば何か工事をする際に、その線路を使って直接物を輸送しなければならないということがありました。その時の物資を運ぶ際にこのクモル143とかなんかそういうやつが活躍し、145だったかな、それで荷物をその線路のところに持って行って、はい、工事の人使ってくださいねということをやっていたそうです。今も一応その時代の流れということで残っていますが、ほぼ活躍していませんので、極めて珍しい車両、京都にあります配給車でした。まあ、紹介すれば尽きないんですけど、急ピッチでいろいろとやりたいと思います。まあ大体やりましたけどね。あとは、じゃあそうだ、奥羽で、奥羽で510というのがあるんですけれど、これはですね、まず釧路湿原の6号とか言って北海道にあるトロッコ車両なんですが、こんな感じでこう書いてあってですね、で、ここのところがまたこうかな、ここだけこうなっていて、まあ、上はオープンなんですよね、下はこう閉まってるんですけど、こういう車両です。で、ここをこう人たちがここからも普通に顔を出してなんか景色を見てると、まあ、一応こんな簡便な柵はついてるわけですけど、そういう列車になっております。で、なんですが、ここにですね、運転台がありまして、あ、ちょっとこれじゃおかしいか、まあ、こうなわけですけど、でここで人が運転をできるようになっていると。で、ここにまあ何両か客車をつないで、一番後ろに、まあこんな感じですね、デイ、15だっけな、というまあ機関車をこう後ろにつないで、まあ、これがこう力を発揮するわけです。まあ、つまりこれはさっき説明したような客車列車です。で、客車の列車なんですけど、しかし運転席がついているという摩訶不思議なもの。普通客車というのは自分で走ることはしません。さっき散々言ったように、こういう機関車の力を借りて走るわけなんですが、ただ、まあ、例えばこれがただの車両だったとすると、これ列車はね、こっちでこうやって走ってくるじゃないですか。で、機関車が一番前についてて、この人がこう機関車を運転してると。で、運転し終わった時に、じゃあ今度こっちへ戻ると言ったらば、これを一旦取り外してこっちへ持って行ってからこっちに付け替えて、そして走るということになります。それは非常に面倒くさいので、そんなことはやりたくないから、じゃあどうするかと JR も考えたわけですね。こっち側に運転手さんを乗れるようにして、ここを全部ですね、一本直通をして、それでまあ指令を送れるように改造してしまおうということで実際にしました。そして反対側に運転手さんだけ移動して、こっち側で機器を操作すると、一番後ろのこの全く違う機関車、これを一番前から本来自分で走ることのできない車両が操縦できるようになりました。そして客車であることから、重さの表記がついている後方直すマーカーと、さっき説明しましたが、その中の一つの O がここにあります。そして本来は電車にしか使わない、もしくは機動車の一部例外的な車両にしか使わない空運転台の、これもここにこう運転台がつくので、つきました。歯というのは、これは三等車。これは別に変わりません。そして、手というのは、これは何か。手はまた新しく出た記号ですけれど、これは展望車です。展望車。本当は展望車というのは、こういったものとはちょっと違うんですけれど、まあ、ただ景色が展望できる車両なので、展望車ということで、ここに手というふうについています。まあ、こういう車両も中にはあります。展望車はさっきサロンカーなにわの絵描きましたよね。ああいう形をしている車両で、戦前の、昔のですね、もう本当に首相とかそういう人が乗っているような、高価な列車に連結をされていて、
相当のお金持ちの人たちが乗っていた車両、まあ、庶民とは程遠い存在なんですが、純然たる展望車は日本にもいくつかあります。まだ残っています。じゃああと最後にですね、もうほとんど説明したな。ああそうだな、ネモさっき寝台車説明しましたもんね。で最後、これは鉄道マニアの中でも知らない人が結構いるんですが、こういうのがあります。これ工事の工ではなく A と読みますが、これはですね、スエ50というのが前まで函館にあったんですが、これは救援車です。こんな車両あるのかってね、知らない方も多いと思うんですが、応援の援、救援車というのがあります。で、これは何なのかというと、まあその説明もしてない、まあそれこれ客車ですよね。で重さ、重量表記なわけですが、普段活躍をするような車両ではないんですけれど、まあ、一応ですね、何かあった時のために、車両をこう一つ用意しておいて、でこの中にまあ例えばね、万が一の時のための、まあ、こんなん使うのか分かりませんが、まあ、ツルハシとか、それからあとはまあなんかシャベル、もうちょっとなんかこうシャベルとかじゃなくて役に立ちそうなものもあると思うんですけど、あとはね、なんだろうな、まあ他にもパッとは思いつきませんが、まあ例えば機動短絡機といって、まあ簡単に言うと列車がね何か事故を起こした時にすぐ止められるようにみたいなやつなんですけど、まあそういう、緊急時のお役立ちセット、事故を起こしたり、壊れたりとかした時のものを入れておいて、いざ何かとんでもないことがあったという時にですね、それ出撃だといって、ここに何かこう緊急用のね、機関車をこう準備してですね、でこれをこう繋いで、で急げーと言ってこう出動するわけですよ。でこれ出動していって、で何かこう分かりませんけれども、事故があったところへ行って、で到着したらば、すぐにこの末からですね、いろいろとこう出してあげて、まあ、早速みんなはこうまあ、なんか復旧作業とかそういうのにこう取り掛かるというような列車、そういうまあ車両なんですね。それもまあ珍しいんですけど、日本に救援車ってまだ残ってたのかな。函館にあったのは廃車になったんですけど、もしかしたら消えたのかもしれないし、まだ残ってたかもしれません。こういうふうにいろんな種類がありますよというご紹介でしたが、大変長くなりまして、そしてこれで、鉄道の主なこの記号の紹介は全部終わりです。今回紹介したものを全部覚えれば、まあ鉄道車両に書いてある記号のことは全部わかると思います。これを全部覚える気になるかどうかは別ですが、しかし一度興味を引いていたならばね、ちょっと触ってみるのも悪くはない知識なんじゃないかなと思いました。本当に深いところまで掘り下げましたんで、鉄道マニアでもそこまで本気じゃないと知らない人が多いと思いますし、知っててもこんなね、救援車とかね、配給車とかあんま知っててもしょうがない知識ですから、マニアやっててもね。まあ、お楽しみいただけましたら幸いでした。そんなものもあるんだと思っておいてください。ありがとうございました。